電話切られたんだけど、もう返信もないし、もうどうすればいいの？もうや、もう、なんと私、不動産の人と大喧嘩して、家追い出されそうです。ガチでやばい。もう無理。俺大韓民国で何人敵作る？ちょっと待って、たった今起きたことで、私も今整理しながらみんなに今起きたこと話してもいい？私この後夜に友達と遊ぶ約束があって、洗濯を回して家を出ようとしたの？したっけ？もう洗濯機から、カタ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 ！でも信じられない音が鳴って、何って思ってみたら、私携帯2個あるんだけど、そのうちの1つがポケットに入ったままで、間違えて携帯ごと洗濯機に入れちゃってたわけね。洗濯機もうロック状態かかってて、一生取り出せないわけ。しかも韓国の洗濯機ってちょっと日本とは違って、キッチンの下にもうくっついてあって、洗濯機自体を取り出すこともできないし、もう操作することもできないわけ。でも焦って、もう私 YouTube の編集とか全部携帯でやってるからさ、その携帯なかったらもう俺 YouTube も投稿できねえんだ。俺の職業喋り、職業まで取るのはやめてくれ。だからもう自力で取っ手をグッて引っ張ったら、奇跡的に開いたのね。すぐ携帯確認したら、携帯ちゃん生きててもうよかった。もうこれで俺喋ることできるとか思ってたんだけど、携帯取り出してまた洗濯しようとしたら、カタ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 、この雑音がもう一生消えないわけ。え、携帯取り出したのになんでこんな雑音なっとるみたいな。もう結構クラブの EDM 並みにうるさくて、俺の部屋だけダンスフロアになってるわけ。さすがにこのまま家出れねえって思って、もうすぐさま親に電話したら、お前もう何回目みたいな、どんだけ修理費出させんのみたいな、めっちゃ切れてきて、私普通に生活してるだけなのに、なんでこんな不幸なことばっか起きないといけないの？これ管理してる大家さんの責任ですよね。ぶち切れたら大家さんもヒートアップしちゃってさ、取りま修理のおじさん呼んでって言われて、いつもの修理のおっちゃん駆けつけてくれて見てもらったんだけど、なんと修理費30万円。いや、もちろん私払えるわけないし、大家さんも大家さんの立場でさ、急に30万円請求されて払えるわけねえだろうがって感じで、ただそれだけで壊れるオンボード EC 洗濯機をずーっと永遠に住居人の私に使わせる大家さんの立場もどうな？もう無理、あんたと話しても拉致開かないから不動産呼べって言われて、もう絶対に勝ち目しかねえって思って超堂々と言ったら、不動産の人に何て言われたかわかる？あ、そうですね、こちら携帯入れたキマルンさんの責任になりますので全額払ってください。え、全額払ってください。いや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 、30万円ですよ、払えるわけないやろが。もう完全に不動産と大家つぶつぶで、完全に2対1で、しかもこのマンションの備え付けの洗濯機だから、中古とかメルカリで買えるわけでもないし、もうその場で30万円払うしか方法がないわけ。もし30万円払わなかったらあんた出て行ってとかも言われてて、もうありえなくない？だからもういつでも私出れるように準備してるんだ。今ちょっといろんな親戚とか友達に連絡して、もう意地でも不動産と大家に勝つために私頑張るんで、引き続き応援していただけたらなって思っております。最後に正義は勝つ！へいっ！てかみんな聞いて、今韓国で日本ブーム起きてて、日本料理屋さんめちゃくちゃできてるんだけど、その中でも今一番注目されてる日本料理屋さんが、なんとね、日本式餃子屋さんなの。韓国で餃子食べるのになんと1時間待たないといけないわけ。王将行けや。いやいや、なんで今更餃子ってなってる方もたくさんいらっしゃると思うんだけど、なんとね、韓国人餃子っていう料理知らないの。っていうのも韓国にもね、マンドゥって言って餃子みたいな料理はあるんだけど、クソでけえのね、作り方とかも違うわけで、普段韓国人は韓国式餃子しか食べないから、日本にも餃子ってあるみたいな感覚で、韓国で日本料理ってめちゃくちゃ愛されてるのに、まだまだ韓国人が知らない日本料理って実はめちゃくちゃ多くて、私も韓国で生活しながら、え、なんでこの料理知らんのみたいなこと本当にたくさんあって、今日は私の周りの韓国人に全員アンケート取って、日本ではもう超定番なのに実は韓国人に知られてない日本料理、今日ちょっとみんなにシェアしちゃっても大丈夫そう。韓国人が知らない日本料理、まず一つ目はシチュー。私この前久々シチュー食べたくなって、韓国のスーパー行ってシチューのルー買いに行こうと思ったら、もうカレーのルーしかなくて、あれって思って店員さんに、すいません、シチューのルーってどこに置いてますかって聞いたら、あー
なんてみたいな、もうシチューっていう言葉が全然通じなくて、でも何事って思って韓国人の友達に聞いたら、ほとんどの韓国人がシチューって料理知らなかったの。だから日本のアニメとかドラマ見ながらシチューのシーンとか出てくるけど、韓国人みんなその白い物体見てはにゃーってなってるわけ。なんでシチューが韓国でそんな知れ渡ってないかっていうと、韓国人ってね、ほとんどの人が刺激的な食べ物が大好きなの。だからスープ飲む時とかも絶対に辛くないとこの国は許してくれないんですね。でもシチューってさ、ちょっと甘いし、お子様でも食べれるような刺激が薄い食べ物じゃん。それが実は韓国人の口には合わなくて、商品化もされないみたいなんだって。だから普通に韓国人の友達に、今度シチュー作ってあげるって言ったら、牛乳で作ったスープどうやってご飯になるみたいな、もうみんなシチューっていう料理食べたことないから、これってご飯に含まれるんですかってなってるわけ。ほんで二つ目、ポン酢。嘘やろって感じだと思うんだけど、ガチで韓国のスーパーにポン酢って置いてないの。ポン酢っていう調味料があることすら知らない人が圧倒的に多いの。そもそも韓国って柚子と言ったら柚子茶とか柚子サワーとか、この飲み物だったらわかるけど、ご飯に柚子を入れるっていう感覚がまだわかんないのね。だからポン酢を愛してやまない日本人は、韓国にポン酢がないからいちいち日本から持ってこないといけないわけね。ほんで三つ目、生姜焼き。生姜焼き食べたことないとか、もうトトロ見たことないと同じくらいやで。韓国にある日本の定食屋さんとか行ってても、なぜか生姜焼き定食だけ抜かれてるわけね。生姜と豚肉っていう掛け合わせが韓国人からしたらもう異次元で、食べたことはないけど食べることに対して抵抗がありすぎて商品化すらされないのね。もったいなすぎだって。だから韓国人、日本旅行行って初めて生姜焼きっていう料理と巡り合うんだけど、そこであまりにも生姜焼きが美味しすぎて、もうこれ早く商品化してって言ってる人急増してるわけ。ほんで四つ目、牛タン。いや、キナルンさん、焼肉といえば韓国。牛タンはもちろん韓国から始まったに決まってるでしょう。って思われてる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、すいません、牛タンは仙台発です。なんで韓国人が牛タンを食べないかっていうと、もともと韓国って貧しい国だったから、豚とか安い肉しか食べれなかったのね。牛肉っていうのが韓国ではもうめちゃくちゃ高い肉っていうイメージが未だにあって、韓国人って基本的に肉食べるときは豚肉か鶏肉なんだよね。だから日本人ってさ、普通にすき焼きとかすき家の牛丼とかやってるけど、ちょっと待って、なんでそんなお高い料理リーズナブルに食べれるみたいな感じなわけ。だからもちの論で牛タンとかって食べたこともなくて、てかそもそもベロを食べるってどういう感覚みたいな。だから韓国にある焼肉屋さんとか行っても絶対に牛タンって置いてなくて、牛タンっていう韓国語もないんだよね。でも韓国人に今めちゃくちゃ人気な日本料理屋さんがあるんだけど、ネギシの牛タンめちゃくちゃ今韓国でバズってて、なんでこんな美味しいもの韓国進出しないのまだみたいな。ほんでこれ最後になります。なんで韓国人この料理知らないんだろう。ほんと涙が出ます。いきます。お茶漬け。韓国人ほとんどの人がお茶漬けっていう料理概念を知らないの。簡単でさ、安くて美味しい、神みたいな料理、なぜか韓国のスーパーに行っても絶対に置いてなくて、でも私さ、本当にお茶漬け大好きすぎて3日に一度口に入れてあげないと、死ぬの。だからいつも支援物資みたいに日本にいる母が送ってくれるんだけど、もう韓国で絶対需要があるのになぜか商品化されない。ちょっと永谷園さん、早く韓国デビューしてもらって大丈夫そうですか。私ってもう韓国来て3年目、タラちゃんと同じ代なんだけど、やっぱここ住みながら日本では超当たり前のことが韓国ではね超褒められること結構あって、そういう経験をするうちに、日本の方って実は一人一人ずつ韓国で超褒められるくらいめちゃくちゃ大きい強みを持ってるのに、当たり前すぎてそれに気づけてない人めちゃくちゃ多いなって思って、みんなさ、多分履歴書の特技何書けばいいかわかんねえってなってると思うから、今日は日本から離れてる私だからこそ伝えられる日本の方しか持ってない強み、今日ちょっと共有しちゃっても大丈夫そう？オッケー、さとここれ小説にして。韓国人には理解できない日本人独特の強み、まず一つ目は干渉しすぎない。韓国ってね、仲間意識がめちゃくちゃ強くて、親戚とか上司とかに、お前結婚いつすんの？就職どこにした？年収は？とか、もう細かいプライベートのことめちゃくちゃ聞いてくるわけ。これって
って理由があって、韓国人って自分のプライベートのこととか日常を晒せば晒すほど信頼関係が生まれるからぐいぐい入ってくるんだよね。だから韓国ってご飯食べるときもみんなで食べないといけなくて、一人ご飯っていう文化があまりないのね。だからレストランとか行っても一人席ってあんまりなくて、全部共有して初めて信頼関係が生まれるのね。でも日本ってさ、いくら仲良かったり家族同士だったとしてもプライベートのことは入りすぎないやんか。そういうある程度の線を守ることができる力、日本の方全員お持ちなのね。だから韓国人、人のことに干渉しすぎない日本の方といると超楽なわけ。ほんで二つ目、みんなルール守る。これね、日本旅行行った韓国人が言ってたんだけど、なんで日本の方ってみんなルールこんなにきちんと守るん？っていつも疑問投げかけられるんだけどさ、確かに日本って地下鉄とかでもみんな静かにしてるし、列横入りしないとか、結構みんなからしたら当たり前の行為かもしれないけど、韓国ではそれ当たり前じゃなかったりするんだよね。それがすんごい形として現れてるのが街。本当にタバコの吸い殻とかポイ捨てとかよくするから街がねめちゃくちゃ汚いんだよね。でも日本ってさ、みんなルール守ってポイ捨てとかしないし、吸い殻とかもさちゃんとゴミ箱に捨てるやんか。みんな結構本当に何気なく当たり前のようにルール守ってるかもしれないけど、その努力がうちら韓国人一人一人に大きい感動をプレゼントしてくれてるわけ。あで三つ目、完璧主義。韓国ってね、結構適当な性格な人が多くて、まあ、100点いかなくても80点くらいでよくねみたいな人結構多いんだよね。みんなさ、韓国のコンビニとか行ったらわかるでしょ。うん、店員さん基本みんな適当なの。でも日本のコンビニ行ってみ、サンドイッチ一つ買ったら何も言ってないのにウエットティッシュまでつけてくれるんやで。もうこれ韓国ではありえないことで、そういう細かいところまで完璧を求めるからこそ人に与えられる信頼とか感動ってめちゃくちゃ大きいと思っていて、みんなが超当たり前にやってる完璧を求めてるその行動、その行動があるから日本しかないものとか料理とか音楽がずーっと韓国で愛され続けてる、韓国人の生活を支えてくれてる大きい要因の一つなの。ほんで四つ目、計画性がある。私もさ、結構島国日本歴が長いから、なんか友達と遊びに行こうってなった時に、あ、オッケー、じゃあ私ここのお店予約しとくねみたいなのが自然に身についちゃってるんだけど、これ実は韓国では見えないことなの。っていうのも韓国基本的にお店予約っていうのができなくて、直接行って番号札取ってその場で待つっていうのが一般的で、予約できるお店ってもう高級レストランとかそういうところでしかできないわけね。韓国はね、もうお店の予約とかもできないし、地下鉄とかバスとかも時間通りに来ないから計画が壊れること結構あって、だからもう最初から計画立てないで生きていこうっていう方が結構多いんだけど、日本の方ってさ、お店予約することに慣れてて、ある程度計画することが慣れてるのね。これ普通にできないの、日本の方の強みなの。なんで5つ目、格差がない。韓国ってやっぱり皆さんドラマとか見たらわかると思うんだけど、貧しい人とお金持ちの人の格差が結構激しいんだよね。もう貧しければ貧しいほどめちゃくちゃ不利なのね。でもなんで日本って格差ないなって感じるかっていうと、みんなバイト仕事行くとき誰が交通費払ってる？そう、交通費とか会社が出してくれるじゃん。韓国って交通費とか出ないの。あとさ、日本ってバイトの時給とか、まあ地域によって違うけどめちゃくちゃ高いじゃないですか。韓国ってもう昔とか300円とか500円とかでしたよ。もうほんと最近になって大統領変わってやっと日本と同じくらいの時給になったんだけど、日本ってそういう交通費出るとか時給をたくさんくれるとか見えないところで格差が生まれてないシステムっていうのがちゃんと埋め込まれてるわけ。これって日本しかない大きい強みなんだよ。ということで今日も見てくださって本当にありがとうございました。キバル、あんたのおかげで元気出たよっていう方はですね、チャンネル登録と高評価、この2つよろしくお願いいたします。あとですね、いつもコメントありがとうございます。全部スクショして元気いただいておりますので、もしよかったらコメント書いてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。あと僕インスタグラムと X やっております。こちらの方でもリアルタイムで韓国の今を伝えておりますので、どちらか2つ適当にチェックルー。ということで、私キバルンが岸田総理と一緒にプリクラが撮れる、そんな日が訪れるように皆さんと一緒に立ちアレコールしていきたいと思います。いきますよ、せーの、朝チアレ。今週もお疲れ様。